んにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルジョビッタを始めていこうと思います。マクラーセンですね。強いです。ここがいよいよ天王山、全チーム引き分け来ているんで、勝って抜け出したいと言いたいとこなんですが、ちょっと強いんで簡単にはいかないでしょうね。疲労がなくなった。よし、クラーの方が圧倒的に勝利がでかい、勝率でかい。チャンス。さっさと取られたくない。相手に取られたら厳しいですからね。あまり危険な足は与えたくないものです。しっかり守る、それが基本かな。高いですね、とにかく高い。一瞬の隙ついていくしかないです。ミオ、もう一個抜け出すも、ちょっとこれでは硬い守備を破れない。相手ボールを、こちらボールをスローインじゃないですか。おお、耐えてしまった。結構、こちらのチームが前に来ているぞ。危険。リアです。均衡が破れるのはいつになるんでしょうか。危ない。ボールをしっかりキープしてほしい。お、ひるみ。キーパーのセーブは硬い。ミオがうまく越えた。センタリングから。さあ、こちらボールをスローインです。前半もあとわずか。おっと、すごいな、今。ならこの。ああ、ダメでした。前半終了です。うわ、すごいな。3人がもうスタミナ、消耗してますからね。本当に激しい戦い。中段を全部変えて勝負にかけます。交代枠一気に使い切ります。はい、ドン。絶対有利でしょうね。
あっとやばい。ナイス。これはこちらボールをスローインになります。球の行方もちょっとね、運要素ありますからね。キャッチです。さあ幸子、ちょっと足りない勢いが。決定的なチャンスが出ないのもあれですね。厳しいところではあります。あー、出さんでよかった。あ、やばい。あー、見えてしまった。これは痛い。そう、スーパープレー。これは乗り切ったんですが、こぼれ球をくるとに決められてしまった。さあ、この後必死に、でも1点は取り返さないといけません。ラヒはスピードはまだ速い。さあ、もう残り時間5分切ってます。最後のチャンスになるんじゃないかな。攻められてますね、逆に。終わった。ドクラーの壁は熱かった。試合終了。事実上、今年アジアチャレンジ投票終わりました。これ弱い。そして後半34分、均衡が破れてしまいます。クルト、スワロース、スーパープレーから3位、またクルト。強すぎました。世界クラスでしょうね、おそらく。これね、バクラーとバラマンディが抜け出したな。カリバーズは最下位。ということで、また来年ってことですね。
くるみが疲れてますね。よっぽど激しい一戦だったってことですね。はい、ということで残念ながら敗れてしまいました。来年に期待しましょう、この辺は。ということで以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。何も言うことはない。